2022年9月6日、ウクライナのゼレンスキー大統領による定例のビデオ演説の中で、同日午前にロシア軍が発射した巡航ミサイル X-101 6発のうち5発をウクライナ軍が撃ち落としていたと発表したよ。さらに撃ち落とした5発中4発は南部で撃ち落とされたことを明らかにしたぜ。残りの1発はどこに着弾したんだろ？ゼレンスキー大統領は撃ち落としたミサイルのうちの残りの1発がどこで撃ち落とされたものか。さらに、撃ち落とせなかった1発がどこに着弾したかは明らかにしていないな。そうみたい。さて今回は、ウクライナ軍がロシアの新型巡航ミサイル6発中5発を撃墜したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このゼレンスキー大統領の演説以前に、ウクライナ東部にある首都キーウに次ぐ第二の都市ハルキウと、現在はロシア軍の支配下にある鉄道の要衝イジュームとの間にあるバラクレア周辺での戦闘状況が SNS に投稿されていたことや、アレストビッチ大統領顧問がハルキウ州でのウクライナ軍の作戦展開について、素晴らしいニュースがもたらされるだろうとツイートしていたことについて、大統領からの言及はなかったらしいよ。この大統領の演説内容を伝えたロイター通信では、これら一連のニュースについて確認できておらず、またロシア側からの発表がないことを伝え、ウクライナ軍が攻勢に出ているとされている南部ヘルソン州での戦況についても、ウクライナ政府が記者の従軍を許可していないために直接の情報は得られていないとしているぜ。ウクライナ軍が撃墜したとしている X-101 ミサイルとは、ロシアで X-50 と呼ばれているケント55空対地巡航ミサイルの後継であるケント101ミサイルとなっているみたい。このケント101空対地巡航ミサイルについての性能所言などは不明であるが、ケント55は1982年に運用が開始されたミサイルで、アメリカのトマホーク巡航ミサイルや長距離攻撃スタンドオフミサイルである ALCM エアローンチクルーズミサイル空中発射巡航ミサイル AGM-86 を意識して開発したとされたもので、航空機による空中発射型の他に潜水艦発射型や車両に搭載された地上発射型のものもあるぜ。空中発射ミサイルはどれくらいの威力があるの？ 200km 毎時との核弾頭を装着可能とされ射程距離は 2500km で、ツポレフ95などの戦略爆撃機から発射された後、主翼と尾翼が進展されて、ターボファンエンジンによってマッハ 0.48 から 0.77 で飛行するんだって。ケント 101X101 はこのケント55をベースに開発された新型であり、性能所言についてはケント55のそれを上回るものと見られているが、最高速度に関しては巡航ミサイルという性格上、マッハ1以下のアオン速と見られ、その撃墜においてはウクライナ軍がアメリカから供与されている中高度防空ミサイルシステム、ナムサスナショナルノーウェジアンアドバンストサーフェスプーエアーミサイルシステムナサムスや、ドイツから供与の短距離空対空ミサイル IRISD の地上発射型である IRISD-SLM、スペインから供与の中距離空対空ミサイルアスピーでの地上発射型などによって可能とされ、ウクライナ軍が侵略前から保有している旧ソ連製の S-300 でも可能とされているんだぜ。ウクライナ軍は8月29日から、南部のヘルソン州において攻勢に転じたことをゼレンスキー大統領自らが宣言しているが、ロシア軍に動きを悟られないようにとの配慮から、報道統制を行い民間人にも軍の動きを撮影した動画や画像を SNS などに上げたりしないようにとして、国民に協力を求めていて、その後の戦況が全く届いてこない状況にあったが、ここに来て少しずつウクライナ軍が有利に展開していると思われる情報が伝わってき始めているんだよ。ただし、それは攻勢に転じたとされている南部ではなく、これまでロシア軍の猛攻撃にさらされて劣勢とされていた東部戦線からの情報だったらしい。アメリカの CNN は9月7日のウェブ配信記事において、ウクライナ軍がハルキウの東南方面に進軍していることが分かったと報じ、その根拠として CNN が位置情報を確認した SNS 動画に、最近までロシア軍に占領されていたはずの町に、ウクライナの兵士がいる様子が映っていたんだって。そうなの？ウクライナ軍がこのままこの町を橋頭保として固めることが可能であれば、さらに隣接するバラクレアに進駐しているロシア軍を包囲することが可能になるとしているみたい。そのバラクレアがウクライナ軍の攻撃を受けているとの情報が7日、新ロシア派武装勢力が樹立したドネツク人民共和国の幹部によって、通信アプリのテレグラムに投稿されたらしいな。ウクライナ、ロシア双方からの情報によると、バラクレアではルガンスク・ルハンシク人民共和国の民兵やロシア国家親衛隊の兵士が守備についており、ウクライナ軍から攻撃を受けていることが正しい情報であるとすれば、こうした民兵や兵士の置かれた状況が危うくなっている可能性があるとされているよ。バラクレアは、東部ドンバス地方に展開しているロシア軍部隊と補給拠点とをつなぐ、交通の要衝であるイジュームの北西に位置していて、ロシア軍によって3月には占拠されていたが、
新ロシア派武装勢力の幹部は、ウクライナ軍がかなり以前から砲撃を行うための準備を進めていたと指摘しているな。この先ウクライナ軍がイジュームを奪還することがあれば、ハルキウ州に駐留しているロシア軍が作戦を展開する上で大きな打撃となるとされているよ。ウクライナ政府や国防省、軍などでは一連の犯行について明らかにしていないが、抗戦が起こっている現地の記者などによってテレグラムなどにバラクレアにおいて激しい戦闘が発生していると投稿されており、どうやらウクライナ側からの発表に大きな違いはないようであるみたいだな。しかし、ウクライナのメディアでは、ハルキウ州のクピャンスクの当局者がクピャンスクは近く、ウクライナ軍によって解放されるとするビデオメッセージを出しているんだって。これらのここまでに入っている情報を総合すると、ウクライナ軍は2月24日の侵略開始以来ロシア軍に占領された地域の奪還に向けて、8月29日から南部のヘルソン州で反転攻勢に乗り出していることを公表していたが、どうやら南部の防備を強化しようとしているロシア軍の動きを尻目に、南部に援軍部隊を回して手薄になった東部ドンバス地方においてもロシア軍への反転攻勢を強めていると見られ、これまで一方的にロシア軍の攻勢に受け身になることしかできなかったウクライナ軍が、戦闘の主導権を奪いつつあるのではないかとの見方をする向きが増えているらしい。アメリカのシンクタンクである戦争研究所はこれまで東部ドンバス地方に展開していた、ロシア軍の精鋭とされる部隊が、南部で戦闘についていることが確認されたと指摘し、ロシア軍が南部で反攻に転じると大々的に喧伝していたことを受けて、それを阻止するために東部ドンバス地方からこの精鋭部隊を引き抜いて移動させた可能性が高いとしているよ。このことはロシア軍司令部がウクライナ軍による陽動作戦に引っかかり、東部を手薄にしたことでウクライナ軍の攻勢の手助けをしたことになり、ロシア軍が南部のみならず東部においても後退させられる可能性を示唆しているんだな。ウクライナ軍参謀本部は9月7日、地上からの長射程 GPS 誘導ロケット弾や、同じく長射程の誘導榴弾砲弾による砲撃のみならず、空軍によって地上部隊支援のための空爆が実施され、8月29日の反攻開始以来約40カ所のロシア軍拠点などに大きな被害を与えたと発表したとなっているよ。また6日には、ザポリージャ州のベルジャンシクに駐留していた、新ロシア派武装勢力の司令官が、車ごと爆殺されたとの未確認情報が流れ、正規軍の反攻と同時に後方におけるウクライナ軍特殊部隊や住民のレジスタンスの撹乱作戦が展開されている可能性が示唆されているみたい。このような要人を狙った暗殺は、ヘルソン州においても報告されており、8月30日にウクライナ政府与党の所属議員でありながらロシア側に寝返ったアレクセイ・コバレフ氏が射殺されているみたいだな。ロシアの英字新聞であるモスクワタイムズによると、ロシアの占領地域では8月だけでロシア側要人の暗殺を試みた事件が9件発生していて、7月の3件から急増しているんだって。暗殺が増えているみたいだけど犯人が誰だか見当はついているの？ウクライナ軍の犯行に合わせたレジスタンスや、ウクライナ軍特殊部隊の関与が疑われているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。